連中の注意は正面に向いてるから裏はそこまで見張ってないかもしれない。なるほど。今一応ステルススキルを、ステルススキルをって言ってもマジで1段階これじゃないな。どれだっけ。そう、これ25%ってのがどんぐらいなんだろうな。まあ、あとはそのステルスキルをしようとしたときに相手はこっちに向かって発砲してくるのか、人質を殺そうとするのか、どっちなんだろう。それによって行動が変えるんだけど、侵入してみるか、ナイフ片手に後ろからにしても、これ随分のんぼろな銀行なこと。行ってみよう。人質死んだらすまん。なんだって。は、誰か忍び込んだんだ。ステルス終わった。マジかよ。え、終わり。これ終わったな。え、終わってないな。で、普通の武器にしよう。これ人質死んでたらどうしよう。多分まだ大丈夫。よし。あ、よかった。人質、あ、人質？本当にありがとう。バレたから人質を速攻殺しにかかるとかではなかった。ダメだな、ステルススキル。もっとがっつり上げないと。ステルスの素の字もなかったわ。階段降りてすらいないのに。ところで、ここ銀行だよね。アドバンス。ちょっと君向こう向いてくんない。おい、向こう向け。お前助けたんだぞ、向こう向け。何もしないから、お前には何もしないから向こう向け。え、ああ、そもそも挑戦させてくれないっていうね。なんだよ。ソロモンコート、あなたはヒーローだ。アドバンスはそもそもできないのか、今のスキルじゃ。チェ、内部から金盗めるかと思ったんだけど、待てよ。こっち側の金庫が開けられてたよね。あ。命の恩人だ。あれ？保安官、あ、びっくりした。死んでんのかと思った。クレジットスティック？ちょっと待って。運命。あ、運命。そんなにうまくない。くそー、アドバンスだ。開けれねえ。もうあと金目のもんないか。合法的に銀行の中に入れるなんて、そうそうないのに。まあいいでしょう。全員無事ですよ。よくやった。戦いの音は聞いた。人質は無事か？それはいい知らせだ。彼らは単なる自由公正同盟の市民ではない。
家族同然なんだ。みんなそうだ。シャーギャングは残念な結末だったが、これを実に見事な活躍だった。難しい状況だったが勇敢に解決してくれたな。率直に言うが、君は自由構成レンジャーに向いてると思う。派閥だな。興味があったらロックにいるエマ・ウィルコックスを訪ねるといい。新人募集の担当者だ。3000、たくさんの派閥に加入しちゃうぞこのままじゃ。さて、まあ今一応龍神インダストリーズの工作員なんで仕事の続きします。マルコ、あとは任せろ。大丈夫なの？ひどいことされなかった？これに関してはガチ犯罪だけど、バレたら、まあ、バレなければいいんだけど。ここだね。どこまでが制限エリアか。友人政権屈指の古い町だが、また射撃場の落書きを掃除させられた。いい加減に増えました。大して使われてるわけでもないし。あ、でも全然侵入できるな。でもストレッチのクズどもが戻ってきた。困ってるなら下の階でミスランスに行ってくれ。どうも。せいぜいビールを飲んで落書きするくらいでしょ。はい、ランスさん。こいつ邪魔くせえ。これね、この足音ですらダメか。あ、いやー下行ってくれねえかな。やっちゃうぞ貴様。下行ってくれないかな。迷子か？違うんだよ。お前を迷子にしちゃうぞ。下行ってくれ。やるしかないな。よし、これでいけるな。いけない。間違ったな、これ。そろりそろりそろりチェスト。ちょっとめんどくさくなってきたな。ピック、でこれをしまって、はい、俺は何もしてない。ここひょっとしてだけど、話をするならランスさんとだ。うちのお役に立てることがある。今は在庫が、重火器売ってるやつだ。あ、たっけえ。たっけえな。どの銃もラレドのすぐに用意。これこっちから売却もできるな。売却もできるけども、多分この辺もう使わんから売るか。はい、ストレッチには近づかない方がいいわ。かなり治安が悪いの。よし、仕事完了。まあまだバレないようにできたけど、ちょっとこれ、今後のタスクはだんだん厳しくなってくるかもな。はい、やってきましたよ。そろそろ来ると思っていたわ。OK です。素晴らしい。交渉を進めても大丈夫だと、ウラルに知らせておくわ。さて、そろそろ別のスキルの試験を行いましょうか。もっと欲しいな、クレジット。全然家のローンの返済には足りない。
まだ疲れていなくてよかったわ。次の任務は保安主任を見つけて、何か独創的なやり方でセキュリティカードキーを入手することよ。ただし独創的といっても、武器を使うのはなし。うまく演技して説得するか、手際よくかすめ取るか。案は。保安主任は誰にでも時間を割いてくれるわけじゃない。上等なスーツを着ていれば話は別だけど。それから工作員の中には頼みの綱としてクローゼットに警備員の制服を持っている者もいるって話よ。ただ気をつけてね。捕まれば面倒なことになって後始末も大変よ。そうか。幸運を祈るわ。あなたなら問題なくカードキーを入手できるでしょう。ただ覚えておいて。はい。スーツか警備員の制服。説得能力まだまだ欠けてるから、ここは警備員の制服だな。警備員の制服作戦でいこう。一応来たんだけど、来たんだけど、あ、やべ、間違った。これ今来たのはスーツなのか、それとも警備員の服なのかがちょっとわからない。かなり怪しい。これ企業戦士のボードルームスーツっていう格好になったんだけど、龍神が出してる最高のニューロアンプが揃ってるよ。他に売ってるものはこのサラリースーツってのはきっとサラリーマンの格好ってことでいいのかな。警備員の格好ってのがどれのことなのかわからない。だからサラリースーツ以外のこの辺にしたんだけど、また今度、まあ、行ってみるしかないな。わかんないから。スリか。こんにちは。接近中の船に着く。ここは自由構成同盟の宙域よ。金製品をスキャンする間、現在の航路を維持して。行っていいわ。オープタウンへの着陸を許可します。はい、オープタウン、あれか。とりあえず今宇宙服をもう一回着たけど、これ脱いだら死ぬよな。酸素ある？この惑星外の人見りゃわかるか。あれ？スーツ強度が。スーツ強度が。強度、強度、強度。強度がどっから見れるのかわからん。これ大丈夫そうだな、脱いで。はい。文句は聞きたくない。何も言ってない。ちょっと任務を再確認。問題はこの服装がスーツなのか。すいません、ちょっと困ってるの。やかましい。どうした？スーツなのか警備の服装なのか。商品から目を離さない。よし。ここは工場以外に何もない。大丈夫ってことでいいんだよね。トイレ。ローンホープは万事心得てる。
侵入禁止エリアとかでもないんだな。広いんじゃね？よそ者め、面倒ばかり。つかさ、この服装を手に入れるのに結局2000クレジット近く使ってんだけど、それ以上の報酬もらえるんだよな。経路が分かんない。黙ってこれに従おう。全然違う方向来てた。こっちか。セキュリティカード、そう、問題はこれをバレないように入手しないといけないっていうね。この工作員ドンパチする方だと思ってたんだけどな。すんげえ隠密要求されるわ。こいつか。妙な真似はしないでくれよ。どうかしたか。いや、これはまずいだろ。じゃあ行ってくれ。あ、違う、何をしてる。え、これどうやってするの、そもそも。違うて。まさか、スリスキルが別で必要だったり。必要だわー。あ、よかった、スキルポイントある。成功するかはまた別なんだよな、ただ。はい。よし。俺この服買う必要あったのかな。このスリのスキル上げるとどんぐらい成長するの。 50%。 逆にこういう人って何持ってるわけ。あ、いらねえ。なんかもうまとめて仕事を出してくんないかな。報告に戻るのがちょっと面倒だぞ。それでカードキーは手に入れてくれた。バッチリっすよ。私にとってはセキュリティも同じようなものよ。新人としては悪くないわね。今ならもっと難しい仕事をこなせそうね。よし、2500か。なかなか増えないな、報酬。よかった。ペースを上げていくわよ。次の仕事には2つの理由で慎重な判断が求められるわ。まず地位の高い役員と接触してもらう。それからネオンにあるアストラルラウンジに出向いてもらうわ。とても簡単な仕事よ。本当か。我が社の技術班はインフィニティリミテッドとクアンタムシナジーズ間で進行中の取引を暴けなかった。あなたの仕事はその取引を失敗させること。ほう。我が社が望んでいる答えね。クアンタムシナジーズの常任理事であるゾーラ・アディッサ、そして財務管理者のアーサー・クルスに接触してもらう。彼らに関する書類は後で渡す。話を合わせるために目を通しておいて。その通りよ。そう話せば間違いなくゾーラとアーサーはインフィニティから離れる。インフィニティリミテッドの担当者はニナ・ハートよ。彼女のプレゼン資料の偽物を渡すから本物とすり替えて。ミーティング中に明らかな混乱が生まれる程度の変更を加えてある。オッケー。まあこれもスリとか使って入れ替えるんだろうな。役員たちは正確でない数字を目にするたびに彼らへの信頼を失っていくはずよ。最後にふさわしい服が必要ね。この件に関しては徹底的に慎重に動いて。最初から用意してほしかったスーツ。そうでしょうね。アストラルラウンジに気を取られすぎないようにね。よし。書類をいただいた。
そっか。なんか選択肢とか用意された時に受け答えがわかるように書類を見ておかないといけないな。これが偽プレゼン。書類はこれなんだけど、まあ、まず人物を発見してから会話する前にもう一度読むか。で、こやつらはどこにいるんだ？つかスーツ着るか。これがスーツなのかね。あ、ここにいる。いるのか。わ、青。ていうかこういうところこそ警備員とかたくさんいそうな気がしたけど誰もいなかった。この人がゾーラージサね。と書類見よう。ゾーラージサ人間関係、母親ダリーヤ、姉妹イマーニ、こいつナルシスト、はい、品質が劣るものを嫌う、振る舞い外見を重視。インフィニティリミテッドは龍神インダストリーズの廉価版である。イノベーションに関して言うとインフィニティは先駆者ではなく追従者でしかない。遅れを取ってるってことね。はいはい。機会があればクアンタムシナジーズを褒める。まずは喋ってみることだ。素敵な服を着てるわね。目的はビジネス？それとも息抜き？もちろんビジネスだ。その服装だもの。そうだと思ったわ。あなたは印象付けるための服を選んでる。これからミーティングで会う人たちはあなたの半分も素敵じゃないでしょうね。龍神と仕事があるんだろう。龍神インダストリーズ？ここはネオンだからいい読みね。でも違う、インフィニティリミテッドよ。そうそう、インフィニティリミテッドと仕事がある。説得。危険ですって？それはぜひとも理由が知りたいわ。これ情報で聞いたやつだな。安いって言葉はクアンタムシナジーズには決してふさわしくない。そうね。我々のチームはインフィニティを隅々まで調べたと思ってたけど、その言葉を聞いて考え直してる。驚いたわ。あなたみたいな人とこんな会話ができるなんて想像もしてなかった。外見で中身を判断してはいけないって言うけど、まさにその通りね。少し考え直す必要がありそうね。お礼を言うわ、その見識に。あ、ほとんど情報必要なかったな。ただこの人がナルシストだっていう、この人がナルシストだっていう情報すら必要なかった。品質が劣ってるものを嫌うっていう情報だけあれば十分だったな。で、アーサー・クルスはどこにいる？ちょ。アーサー？この人が？どれどれ、この人は？これメモを読むだけで交渉が有利になるのでは？カリスマ性がある。おしゃべり好き。クレジットを稼ぎたい。経済的安定こそすべて。はいはいはい。インフィニティの利益は捏造しているって話を盛る。そうだね。クレジット稼いで経済的安定を求めてるならね、利益の捏造なんて持ってのほか、OK。
この数年、バイユーはこの場所にわずかなほころびさえ許してこなかった。ビジネスというものを知っている男だ。本当におしゃべりなのか、この人。君のような身なりのいい人間の言葉なら、褒め言葉として受け取っておこう。趣味がいいか、もしくは広い人脈を持っているようだな。あるいは両方か。ところで、インフィニティリミテッドの従業員じゃないだろうね。そう思われるのは嫌だ。インフィニティが嫌いなようだな。その理由をぜひ聞かせてもらいたいね。それは利益を水増ししてるからです。随分と断定的な主張だな。彼らの経営に関して内部情報を知っているのか。しかし一致するところがある。彼らの財務状況に関する私のリサーチとだ。比較すれば龍神への龍神の収益が 25.7% 高い。豊富な情報を持っているようだな。その数字は私がこれまで得た内部情報とも一致する。なるほど、興味深い。会えてよかった。とても楽しい会話だったよ。よし。だが彼らのプレゼンを聞く前にデータをもう一度洗い直しておいた方が良さそうだ。また会おう。次に会う時はぜひ一緒にビジネスをしたいね。よし、あとはプレゼン資料をすり替えて台無しにしますと。これさ、説得の時にあの水色の選択肢が発生した。で、その水色の選択肢、資料を読むことによって事前情報を把握することで発生した。だから、特定人物との説得イベントがある時って、なんかああいう、どっかしらにある書類の目を通しておけ、書類に目を通しておけば、簡単に説得がいくということなんかな。やべ、デジピック。予備買っとかないともう、ないな。これだ。オッケー。さっきセキュリティがいたんだけど。あ、大丈夫だな。プレゼン、すり替えオッケー。よし、仕事完了。